今日は雨が降ったり止んだりの一日でした。今は雨が降り注いでいます。競争水面、向かい風は 4,5 メーターほど。そして今日は気温が高めで今15度あります。15度まで上がっています。ただいまから3つ目の準優勝戦第11レースです。メンバーは1号艇愛知水野のぞみ、2号艇岡山堀之内清子、3号艇香川の山川美雪、4号艇岡山の三松直美、5号艇三重の柿内清美、6号艇東京の富樫玲香、以上の6名です。ちょっとピット離れ不利な感じで4号艇の三松が一番外の方につけている状態です。まずは1号艇の水野からホーム側に移ってきました。今日前半3レースは素晴らしいまくりを見せました。シリーズ3勝目をマークしています。ここまですべて船券に絡んでいます水野、イン1コース注目。そして2号艇の堀之内、毎度のスタートの威力にはびっくりです。さあここもスタート本当に注目ということになります。3号艇の山川が3コース、調整が合えば伸びがよく全体的にもまずまず上々の動きです。19号機今日前半逃げました。3勝目をマーク。引っ張って5号艇の柿内清美、57号機の底力を引き出しています。前半は逃げ、そして5コースが6号艇の富樫玲香、6コースになって4号艇の三松直美、調整が合えば十分レースができる足ということです。進入はインから1番、2番、3番、5番、6番、4番の並びです。スタートしました第11レース。1号艇、2号艇は遅れました。3号艇の山川がいいスタート。さあ1周1番から3号艇の山川がまくる、5号艇の柿内がまくります。握って回るは6号艇の富樫、後方ではアクシデント模様です。先頭は3号艇、5号艇、5号艇がへさきをかかっています。スタートは前提正常でした。なお4号艇の三松は妨害失格、4号艇の三松妨害失格で煽りを食らった1号艇の水野が転覆失格、1号艇の水野は転覆失格となりました。レースはこれから2周目に入ります。先頭は5号艇の柿内、続いて3号艇の山川、3番手が6号艇の富樫です。2周1番から向こう上面へ、ここはレスキューを避けながらの旋回で、先頭5号艇の柿内清美、2番手が3号艇の山川美雪、3番手が6号艇の富樫玲香、上位の3艇は5番、3番、6番です。後方は水がいて4番手が最後方で2号艇の堀之内、アクシデントが発生してしまいました。準優勝戦の第11レース、ホーム側に移ってきまして上位の3艇は5、3、6、レースはこれから最終周回に入ります。角4コースとなりまして、まくり差しから5号艇の柿内です。トップで今最後のバックストレッチ、そしてまくって進めた3号艇の山川美雪が2番手、3番手が6号艇の富樫玲香、536です。この3連単の図536は大きな配当となりそうです。 708.1 倍です。4番手が最高峰で2号艇の堀之内が追走です。ラストターンマーク536と折り返し、第11レースまもなくゴール。先頭5番ゴールイン、3番ゴールイン、6番ゴールイン、2番ゴールイン、なお4番の三松直美が妨害失格、被害を受けました1番の水野のぞみ転覆失格となりました。